ブルジュマーン駅はアラブ首長国連邦ドバイにあるドバイメトロの駅である。レッドラインの初期開業区間開通と同時に2009年9月9日にハリードビン・アルワリード駅という駅名で開業した。2012年末にブルジュマーンショッピングセンターにちなんでブルジュマーン駅に改名した。隣のユニオーム駅と同様。 レッドラインとグリーンラインの乗り換え駅であるため、他の駅と比べて複雑な構造をしている。レッドラインは、シェイクハリーファビンザヤードロードの地下に並行し、グリーンラインは、ハリードビンアルワリードロードの地下に並行している。両線とも相対式ホームを有している。案内状の乗り場番号は、両線ともに設定されていない。開業して、以来、 1561万1000人以上の利用客がおり、ドバイメトロで2番目に混雑した駅となっている。ドバイの歴史的外区に位置し、駅南側には名前の由来となったブルジュマンショッピングセンターがある。また、カナダ、エジプト、インド、イギリスを含むいくつかの領事館が近接している。ありがとうございます。